ているんですが、日本の場合ってどんな風に進めたらいいのかなということを今もっか脚本書いてるんですけれども、貴重なアドバイスをいただけたらいいなと思ってます。また会場にはですね、多くの方に駆けつけていただきまして、はい、そしてこの地元の多摩地域で政治活動をされている方もいらっしゃいまして、もしできたら後で、入っていただきながら、この自分たちの地元でもできるんじゃないかとか、そんな話もしたらいいかなと思っています。まずはですね、今日は山崎さん のツイキャスの、ファンの皆様も見ていただけるということで、ありがとうございます。ツイキャスからもいろんなご意見をいただいて、この映画をみんなで一緒に考えたり、意見ぶつかってもいいので、いろいろこう対話できるような、考えるきっかけを作るような映画に育てたいと思いますので、ビシバシダメ出しもいただけたらと思います。まずは最初にこの映画の、簡単な予告編を作ってみましたので、ご覧いただきます。お金持ちによる支配の社会になってしまった。で、どんどんその人たちが貪欲ばかりは強いから、自分たちのところで取って取りすぎて、金の卵を産む鶏が殺された、食べられちゃったという状況を作ってしまった。でもそのお金って何だろうっていうことを問いかけるのがベーシックインカムなんですね。つまり我々が生きていくための最低限のお金というものが我々に保障されてたとしたら、じゃあ僕たちはどんな社会を作るんだろうかっていう、で今年はベーシックインカム元年だと思うんですって僕言ってるんですけども、実はその去年そのスイスでエノ・シュミットさんがその国民投票、ベーシックインカムの国民投票っていうのをやったわけですけれども、できてからそのもう翌年ドイツ、そしてフィンランド、アメリカ、サンフランシスコ、さまざまなところでベーシックインカムの実験が始まるわけですね。今は風俗関係のお仕事です。夢だった学校にも行きたくて、聞きしたいんですけれども、はい、安倍さんは日本にベーシックインカムが必要だと思いますか？そうですね、基本的にはあった方がいいと思いますか。 For struggle and civil war and all that what we will have the thing 民主主義とかキャピタリズムは特定のグループが支配する金融支配じゃダメなんです。一つね、日本の医療費を除く社会保障費っていうのは75兆円が1人5万円、もし配偶者控除とか扶養控除とか控除類を除くと1人8万円増税しないで支給できる。不安定な就労に苦しんでいる人、過剰な性別役割分業の中で、苦しんでいる人、あるいは障害を持っていて制度の狭間に落ちてしまって苦しんでいる人、根本の生き方さ、なぜ私たちこんなに苦しく生きているのかというところを変える、一つの大きな力がベーシックインカムにはあるだろう。Thank you.
ありがとうございます、これも取れてます。でですね、まずこの、簡単な感想とか、あとベーシックインカムについての山崎さんのご意見とか、伺えたらいいなと思うんですが、まずはこの取りまだ、取り始めたばかりなので完璧なわけじゃないんですが、予告編見ていただいてどうでしょうか。この無条件のベーシックインカムに関して日本ではですね、私は日本国憲法、これを国の最高法規ということで、これをベースにしてできるだけ物事を考えるという、習慣を持ってですね、でこの小冊子、講談社から出てるんですよ。これをいつも身につけてですね、でこのベーシックインカムと日本国憲法との関係を言えば、第25条の生存権ですね。で1項と2項があって、1項は全ての国民が健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。それから第2項で、国は全ての生活部門について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。2つ素晴らしいこと書いてあるんですけど、でもここで抜けてるのは、要するにこの日本国憲法の第25条で理念として言われたことを、それじゃ具体的に政府、内閣が具体的な目標を定めてやるってことが一切何も決められてないんですよね。だから要するに絵世話ごとみたいな感じで、理念だけ憲法の中に歌ってるけど、それを具体的に我々の国民の生活、日々の生活の中でこれをいかにして具体化するかっていうね、方策が今まで70年間どの政権も言ってない、あるいはこの憲法自体を亡き者にしたいという勢力が今台頭しているわけです。だからまずこの無条件のベーシックインカムを日本で導入する場合の基本的な根拠というのは、僕は日本国憲法の第25条にあるんじゃないかということを、やはりこの政策、松山玲奈さんが今政策しようとしている映画の中でぜひ取り入れてもらいたいということが最初の印象ですね。マイク、私の方が声が大きい。おっしゃる通りで、この憲法25条で誰もが、最低限度に暮らせるということがもう保障されているにもかかわらず、実際には、子どもたち6分の1が貧困であったり、この学費のために大学進学、高校進学も諦めたり、そしてこの予告編にも入れたんですけど、20代30代では半数の方がブラック企業で働いている。そして、引退された後も安心しても暮らせず、この年配の方々には貧困の問題がまた押し寄せて、そして年金が今後安定して払われるかどうかも分かんない、なんか全ての世代がいつ貧困に陥るか分からないという状況にあると思うんですよね。これが今憲法違反な状況ではないかと思います。実は山口薫先生という公共貨幣という本を執筆されて活動されている 山口先生はベーシックインカムには反対なんですけれども、でも 山口先生が提案しているビジョンは公共貨幣を作って、そして憲法25条マネーというのをファミリー単位で配ろうということを提案されてて、あれってなんかそれベーシックインカムに近い気がするけどなと、呼び名の違いではないかという気もするんですが、個人単位っていうのはおかしいと、ファミリーの単位でやるべきだというふうに山口先生おっしゃっていて、私はいつ女性も離婚するかわからないわけですし、男性もですけれども、このファミリー婚姻っていうことに縛られすぎず、個人に対して保障した方が根っこの安定が生まれるので、その方がいいかなと思うんですが、この憲法25条ということとこのベーシックインカム、実はすごくクロッシングすると思うんですが、ここがまだ映画の中でも捉えきれていないですし、その問題について語ってくれる方もまだ現れてないなということで、
ご一行したいと思います。憲法学者が真っ先に言わないといけないんですよ、憲法下で25条を具体的、具体化するための方策として無条件のベーシック化があるというふうに本来だったら日本の憲法学者がまず最初に言うべきなんです。彼らは一切言わない。なぜか言わないと。やはりそれぞれの分野で専門家の方がおられて、憲法学者の方は憲法の専門家ではあるけれども、その金融の問題なんかはこう疎かったりとか、その、金融の問題、経済の問題も語る憲法学者の方って私が不勉強なのかいないですよね。本当はそういう方がいたらですね、ぜひ私取材をさせていただいて、この映画の中の重要なインタビューのシーンで紹介したいと思うんですけれども、もし日本でそういったあの活動をされてらっしゃる方いましたら、ぜひあの声かけていただけたらと思います。またですね、の予告編を作る中ですごく難しいなと思ったのは、この先日、エノ・シュミットさん、スイスで国民投票をまず憲法に合わせてこのことも言いたいわ。というのは、ベーシックインカムをするには国民投票制度をまず日本で作らなきゃいけないというような考え方もあると思うんですよ。ただこの国民投票というのが、今憲法改正についての国民投票運動と重なっていて、そのじゃあベーシックインカムを導入するなら憲法を変えるための国民投票、国民投票がもっとできるような憲法に変えた方がいいんじゃないかみたいな、だって憲法自身を変えようという力もあると思うんですが、いや現状の憲法で25条があるんだから、現状の憲法でもベーシックインカムは可能なんだということはちゃんと伝えていかなきゃいけないなと思います。それで、まあ、こういう国レベル、日本では、まあ、1億3000万人の人口がある大国ですよね。そこが全国民を対象にして、無条件、ベーシックインカムを導入するということは、まず不可能だと思うんですね。でそれじゃあ現実的に結構第25条 の、 基本理念があるんだから、それをどういうふうにして、実際に行っていくかということは、日本では小さい自治体、いわゆる村とか町とか市とか県単位だと何十万人になりますので、小さな地方自治体単位でやればできるはずなんですね。で、まあベーシックインカムじゃないんですけど、いわゆる小学校中学校の給食の無料化、無償化っていうのを全国でおそらく今3000ぐらいある地方自治体の中で55の地方自治体がすでに実施してるんです。でそれは全部小さい村とか町ですよ。東京都の23区はどこもやってないんですよ。世田谷の誰でしたっけ、彼のところもやってないんですね。でぜひやってもらいたいと思うんですけど、すでに、55の小さな村町単位ではやってるということは、ベーシックインカムも、まあ、最初から月20万とかね、まあ、無理としても月例えば5万とか7万とかそういう単位でやれば、その、小さな、まあ、私は山梨県の山形小村という6900人の小さい村なんですね、村民の一人なんですけど、そのぐらいの単位だと村長および議会が頑張ればできないことないんですね。ですから私は、まあ、松山玲奈さんが去年、参議院選出て9万票取られたということなんで、ぜひ地元ここですよね、で、まあ、市会議員あるいは市長のこの公約、ベーシックインカムをどう実験的にやりたい、あるいは小学校中学校の給食を無償化したというようなことを具体的に、僕は小さい自治体の単位であれば可能です。憲法を改正するとかそういうことは一切必要なくて、やればいいんですよ。
と思いますね。ありがとうございます。私もこの、自治体レベルからのパイロット実験ということをドラマの中で、映画の中にドラマを設けるんですけれども、このドラマでは何を描きたいかというと、ある、町で、ベーシックインカムが日本で最初に始まったよ、そこで暮らす住民たちがどんな風に変化していくのかと、予告編の最後の方に出てきたのがそのドラマ部分に当たるんですけれども、実はこれ私のこの地元日野で撮ってるんですよ。このカフェコロラドさんで待ち合わせをしてですね、そこからスタッフと出演者の方、大島ハコさんっていうカンヌの映画祭で2011年に、主演として河瀬直美さん の映画で主演で出られまして、今年のアカデミー賞の候補となったマーティン・スコセッシ監督の沈黙にも出演しておられる、映画祭は、数多く出ておられる方なんですけど、彼女がシングルマザーの役なんですね。沈黙って遠藤周作の、はい、そうなんです、あれの映画化ですよね。台湾で撮ったらしいんですけど、はい、3ヶ月かけて撮ったということで、本当世界的な監督とお仕事をされてる女優さんが主演で出ていただいて、であとその娘役の愛車役をうちの娘の愛車さんに演じてもらってるんですけど、その自分たちが住んでる町からベーシックインカムが始まっていく、これをこうドラマで傍観してみるっていう見方じゃなくて、ぜひこの映画を作るところから皆さんと一緒に考えていきたいなという思いがあるんです。このドラマの舞台、実はですねこれも悩んでいて、最初江野シュミットさんは日本中、札幌、東京、神奈川、大阪、神戸、大阪、京都、そして、福岡、沖縄でご公演されて日本中回られたんですね。その中でやはり日本で最初のベーシックインカムは島でこう経済がこうクローズしていて、しかもその貧困の問題もある沖縄がいいんじゃないかというアドバイスをいただいてたんです。なのでじゃあ最初沖縄を舞台にしようかと、で大島さんにもじゃあ沖縄弁をちょっと撮影日までにマスターしていただいて、この方にじゃあ沖縄弁レクチャーお願いしようかとかいうことまで考えたんですけれども、ちょっと待てよと、まず伊波洋一さんに相談した時に、こう基地を作る時に沖縄ではこの住民の方にお金を払うということがあって、それによって住民の方が割れたり、そして沖縄に今ある基地の問題を本質をずらされる恐れがあるんじゃないかというご意見をいただいたんですね。であと私自身が本土に出身の人間で、役者とスタッフ、連れて沖縄で撮影をしたとして、なんとなくこう運動を根付かせるよりなんかこうパッと行ってパッと撮ったっていうことになって、趣旨も誤解されたら困るなとも思って、今考えてるのは架空の町、この町は日本中で見ておられる皆さんの住んでる町かもしれないという設定で、言葉は標準語に近い形で演じてもらおうかなと思ってます。そしてこうそういった撮影や、脚本を書いたり、皆さんエキストラの方も含めて、今度6月の10日に代々木のオリンピックセンターの国際会議場を押さえていまして、ここで第1回目のそのエキストラの方、参加者の方200人の方をちょっと満席にしたくてですね、そこで住民説明会のシーンを撮ろうと思ってるんですよ。ある日主人公のもとに手紙が届きます。で、あなたの町が日本で最初のパイロット実験の住民、町になりましたと。つきましてはどういったことが今後起こるか説明会を行いますので、こちらにお越しくださいと。で行ったらそのオリンピックセンターで、200人ほどの住民がいて、ベーシックインカムを海外でも進めている方の報告であったりとか、今後どういった形で実験がスタートしていくのか、ナミビアやインドでは貧困がなくなり全ての人が学校に行けるようになったりとか、あと女性が今まで口座というものを持ってなかったらしいんですよ。インドの女性って自分の口座を持ってないんです。でファミリーの中の妻とか嫁とか、そういった、
形でしかなかった方が自分の口座を持ってそこにお金が入ることでこう自立心というかそういうものが生まれてきたりとか、あとアルコール中毒者の方が減ったりとか、あのいろんな変化が今まで起きてるんだよということを住民の方に説明をするシーンを撮ろうと思うんですが、ここにもぜひですね、どんどん私役者で参加したいですって、役者経験なくていいです、むしろない方がいいです、あのプロフェッショナルな役者さんも頼んでるので、そういう方にはしっかり脇を固めてというか固めていただくんですけど、この映画こう日本で初めてのベーシックインカム映画ということで、皆さんと一緒に何が起こるか考えていきたいと思いますので、あの参加したいという方ぜひ山崎さんもよかったら、そして山崎さんのツイキャスを見てくださっている方もぜひ参加したいという方来ていただいて、一緒にこの何が起こるか考えていきたいなと思うんですよ。あとですね、調べていくと韓国の例が面白いんですよ。韓国この間大統領選があったじゃないですか、の、昨年の末まで、第3位にまで行ったあのお城に南と書くジャムナム市、読み方がよくわかんないですけど、ソウルの南の方にある市長さんが大統領選に出ておられて、実はその方が、エノさんともともと交流があって、エノさんが、2015年にインタビューしてるんですよ。でその時から韓国でもベーシックインカムが必要だと言って、彼はまず自治体から始めたんです。そのソウルの南ということはある程度都会に近い方の、エリアで、本当は全員にあの、保障したいけれども、それはまずは難しいので、17歳から24歳の若者に対して、まずは年間10万円、まあ、ちょっと少ない気もするんですけど、を支給するというベーシックインカムのこう若者向け若者編をスタートして、で大統領選にはこんな公約を掲げてました。の全ての、世代、あの幼少期、そして若者期、そして働く期、老人になった時 の、 あのそれぞれの、年齢によって額は変わるんだけれども、全ての世代に対してベーシックインカムをあの払うと、全てじゃないな、一番こう働く世代が抜けてたけれども、それ以外 の、 あの世代に対して、ベーシックインカムをすると。財源はどうするのか、今の社会、あの今の、4% の財源を当てるんだけれども、将来的には土地の所有者に対してこう土地の税金を作ると、課税すると、そうすると、課税すると 95% ぐらいの方は課税を得をするんです。で土地をたくさん持っている 5% ぐらいの方が今より損をするだけで、それで、全員にちゃんと払えるということを公約にしていて、まあ、格差をなくすということであったり、あの今後の韓国と日本、その政治状況は違うけれども非正規雇用が多かったり、若者が奨学金の利子を抱えてたりという状況が似ているので、なんか日本も参考になるなと思いました。でもね、調べてみてびっくりしたんですけど、その韓国の、若者たちの奨学金、大学生の6割が150万円平均抱えてるっていうんですよ。で日本は300万円平均で、大学生の2分の1がで、あれと、でも物価単位違うから平均月収で比べたら、まあ韓国の方が半分ぐらいなのかなとか思って調べたら、韓国の方が微妙に高いんですよ今、日本より平均月収が。それはスーパーエリートが稼いでるのかもしれないけど、日本って実はものすごい格差が今ひどいことになって、韓国以上に若者たちも苦しいのに、なんかそれに対して声を上げにくい状況もあるなと思って、いっぱいちょっと喋っちゃいました。私、まあ、名前のシュミットさんと、はい、あの別の、まあ、12、3人の小さなセミナーに直接お話しする機会だったんですね。それでシュミットさん の、まあ、あの彼が実現した、去年6月に実現した国民投票
の経緯等々の話を聞いたんですけど、で、まあ一つはスイスという国が非常に世界一金持ちの国なんですね。で年収がスイス国民824万人の国ですけど、年収平均が1人700万円、日本が350万円で年々減っているわけですけど、倍以上あるという国と、それから貧富の差がそれほど深刻じゃないという国と、それから、まあ、日本をはじめとして世界中はですね、これほどの貧富の差がここ10年15年拡大しちゃってるわけですよ。ですから国民投票ベーシックインカムを導入する場合、やはりスイスの特殊性というのを考慮しないと、そのまま日本あるいは他の国で導入しようとしても無理じゃないかということを僕は直接彼に言ったんですね。で僕としては段階を2つに分けて、で1つは例えば日本でベーシックインカムの場合は年収240万、月収20万、に満たない人たちに対してその差額を政府が支給するという第一段階が必要じゃないか。例えば専業主婦の場合はゼロなわけでしょ、年収が。夫に、自分の経済的なベース財源を頼っているということは非常に危険なんですよね。ですから、あるいは非正規労働者、年収240万にならない人とか、失業者とか、高齢者という人たちに対して、政府がその差額をね、払う、ベーシックインカムとして払うというのが第一段階で必要じゃない。そして同時に、富裕税を導入するとか、あるいは企業に対しての、累進課税、あるいは所得税に対しての累進課税、かつては 75% の累進課税を日本は適用してたんですよね。それが今 30% ぐらいになっちゃってるということで、あるいは宗教法人に対する宗教活動に対する課税をするとかですね、そういうことでできるだけ貧富の差をなくすような政策を同時にして、で第二段階としてある程度貧富の差が縮まったということが分かれば、第二段階として例えば1億3000万のうちに1億人が成人ですよね、と月20万240万、そうすると240兆しかないですね。そして残り3000万人の人たちが未成年の人たちに対しては月5万円年60万円そうすると18兆円、だから全部でいくら258兆円の年間の予算が必要だというふうになるわけですね。それじゃあその財源どこから来るのという話になるんですね。で、シュミットさんに直接聞いたら、財源は別途法律によって決めるというような国民投票の時の提案だったと思うんですけど、でも、具体的に朝日新聞等々の報道によると、スイス政府は年間22兆円の、予算が必要なんで、到底そんな財源が出てこないんで、政府としては反対したというような報道があったので、おそらくこれが真実じゃないかと思うんですね。それじゃあ日本で258兆円の財源を毎年確保するにはどうしてあるかという話になるんですね。ですから既存のこの体制の中で258兆なんか到底出てこないんですけど、で私が日頃言っているのは、いわゆる信用創造特権として、日本銀行が1万円札を刷って、でアベノミクスの中で、この4年間に 毎年100兆円400兆円すりに刷って、それほとんどを金融機関に流している。だから実体経済の方にお金がいかないから、デフレ不況がずっともう26年間続いてるんですね。日本の場合、普通のいわゆる先進国の中で、低金融の経済成長率が 1% 以下の先進国って日本以外ないんですよ。
26年間もずっと続いてる。それはなぜかというと、信用相談特権としての特権を日銀、あるいは政府、あるいは民間銀行がお金を作って、それをほとんど金融経済の方に回しているということの結果がこういうふうになっているんですね。ですが、例えば日銀のその動線している通貨発行権、これを国会の方に移管する。国会というのは国民が一番反映しているところですから。でアメリカの合衆国憲法というのは国の通貨発行権というのは合衆国議会にはちゃんと書いてあるんですよ。でも実際は FRB という 100% の民間銀行が発行しちゃってるということなんですけど、で日本の日本国憲法には誰が通貨発行権を持ってるかということは一切書いてないですね。それで、歴代自民党政権が作った日銀法を改正して、日銀が銀行券を発行するという一行を付け加えて合法化しているわけでしょう。それとあと政府が毎年100兆円の国債を発行して民間銀行に引き受けさせて、元本の保証とそれから利息を払って、で毎年24兆円もの国債費を税金から払ってるんですよ。それをもうやめさせると、政府から国債発行権をやめさせるだけで、24兆円も節税できたでしょう。そして100兆円もいらなくなるということ。それから最大の信用創造としては民間銀行ですよ。民間銀行がいわゆる、我々一般、国民の預けたお金、例えば私が1万円を銀行に預けますと、その 1% 準備預金利率ずっと 1% なんですけど、 1% を日銀のに預託するわけですね。だから1万円に対して100円を預託すると、たちまち1万円の100倍の信用創造が生まれるわけですよ、金融機関で。それを利子付きで貸すということで彼らは利益を得ていると。それで信用創造ですから、最初は通帳マネーですね。通帳に100万円という生まれた預金者の預金の 1% を預託することによって自動的に創造されたお金100万円がいわゆる印字された幻のお金なんですけど、それを貸すことによって、みんなせっせせっせと毎月現金に払うでしょ、銀行に。そうすると銀行は何年か経つと100万円を実際のお金として回収するんですよ。最初は幻なんですよ。でも何年か経つと借金した人が一生懸命働いて返すわけですよ、利子付きで。そうすると銀行は無からお金を生み出すシステムを最大限利用していると。それが準備預金制度で、ね、ほとんどの人が知らないですね、このからくりを。で政治家も知らないです、誰も知らないですよ。で経済学者もわざと届けるということで、ですからこの3つのね、信用創造特権を廃止すれば年間300兆円の財源というのが出てくるんですけど、でそれはもう政府を変えるとか大きな仕組みが必要なんですよね。でもそれに最終目標としてはそういうことで、国民全員に対して240万円を支給すると。それから2000人に対しては月5万円60年間60万円の子ども手当を支給するということは可能なんです。それは最終目標だけど、それに到達するためにはさっき言ったような段階が必要じゃないですか。まずは地方自治体レベルからと、その世界で行われているパイロット実験のケースを見ていても、やはり小規模の町や村からというケースが多いですよね。でまだその全国民に対してベーシックインカムをスタートした国というのは世界のどこにもないわけなんですけれども、でもその特に2016年の6月の
江野シュミットさんの国民投票運動から加速度的に進んでいるのは確かなんです。で、台湾では来年300人の、町2つ対象にしまして、その村の住民の方全員に、月額、7万円ほどの、すごいですね、結構すごいですよね、お金を2年間か3年間スタートするそうなんですね。で、それは一つは、一つの村はこの、ベーシックインカムのインターナショナルにサポートする、チームが、やると、ファンディングを市民からも集めてやると。ではもう一つは台湾政府がお金を出してやるっていうんですから、結構本気ですよね。で、カナダでも、これからパイロット実験がスタートするということで、いろんな国で少しずつスタートしてます。また文藝春秋から25日に発売される、著書が、オランダの29歳の作家さんが書いた本が、日本でもベーシックインカムを進めようというような内容で、まだ予約をしたんですが中身読めてないんですけれども、まずはパイロット実験を進めるべきだというような記事が出てまして、これが今アマゾンで昨日見たらベストセラー1位になってるんですよね。なんか今時代がそのベーシックインカムということに近づき始めてる状況があると思います。台湾の運動の話を聞いてへえと思ったのは、江野さんに紹介していただいて台湾の運動のリーダーの方にお会いしたんです。彼女は女性なんです。もともと台湾の国籍を持ちながらアメリカで、白人の旦那さんと結婚して、でもその結婚生活しながら、ピアニストとしての活動もしていろんなところで、コンサートするんだけど、それはお金にはならなくて、養ってもらいながら表現活動をしてたと。でもアメリカって過酷な国で、旦那さんが病気になったらそうです。アメリカって病気になったら即家解散みたいな感じらしくて、で本当に彼女の旦那さんの収入が途絶えたらもうそれで破産 で同時に離婚。そうすると彼女は一女性として社会に放り出されて、家はない、そして仕事はそれから急いで探して複数やったけど家賃を払えるほどない。なのでホームレスを2年間やったんです。でその中で日本刀を売るお店で働いてた時に指を切っちゃって、薬指が今も怪我が残ってて、彼女はピアノを弾くことが生きがいだったのに感覚がなくなってピアノすら弾けなくなっちゃったと。仕事って何って思ったらしいんですよ。どうして私はピアノが生きがいだったのにそれはお金にならなくて、暮らすための仕事によって生きがいであるピアノを奪われなきゃいけないの。そこでとても落ち込んだ彼女はじっくり考えてベーシックインカムという考え方に到達したと気がついて、その全ての女性にはベーシックインカムが必要なんだという活動を始めたそうなんですよ。で、あと女性として路上に暮らしてると、面倒を見てあげるから、夜は一緒に寝てとか、そういうお誘いがいっぱいあったと言って、それも何なのってこうやって何か病気であったり、怪我であったり離婚であったり誰の人生でも起こりうることがきっかけに、どうしてこんな理不尽な目に遭わなきゃいけないのということで運動を始めて、ものすごいスピードで2016年の5月にソウルで行われた、国際会議場で、ベーシックインカム台湾でもやりたい、で自分はこんな体験をして女性にはベーシックインカム必要だって発表したら、その年の11月には台湾のじゃあモデルとなる地域を見に行こう、下見が始まって、で来年からスタートです。すっごいスピードで、そしてそのきっかけになった体験というのも誰の身にも起こること、そして福祉が破綻した国家アメリカにおいてそれを体験された女性が母国で運動を起こすと、なんかすごいなってうまく言葉に言えないんですけど、ものすごい勢いで今時代が動いてるんですが、これを感じている方ってまだ少ないと思うんですよ。
本当はこの勢いでエナさんも映画出てくれて、日本でこの映画もし、成功というか完成して、そこで多くの方と一緒にこの問題をシェアしたら、来年ぐらいどっかの自治体でできるんじゃないかなって、そのぐらいのペースで考えてるんですけれども、それをぜひ皆さんも、あの番組をご覧の皆さんも、政治家の方も、じゃあ自分の自治体ならできるのかなとか、じゃあ全ての世代が最初難しいと言ったら、あの韓国のように最初はじゃあ若者のを対象にしたものはどうかなとか、なんかいろんな形でどうすればできるかなということから、考えていくと、ものすごい勢いで社会変わるんじゃないかなみたいな。あの、まあ、私は毎晩ですね、夜の8時半とか9時頃から1時間ぐらい、あのワイワイニュースライブということで、ネット放送も5年ぐらいやってるんですね。で、昨日で2260何回。すごい。それで毎回、今日のメインテーマということで、昨日は私の素朴な疑問20ということで、ずらっと20ぐらい書いてあるんですよ。でそれとは別に、今日のトピックスとか、あるいは重要情報とか、あの話題情報とか、その中で昨日取り上げた一つは、あの世界の国で医療サービスが一番いい国のランキングを、どっかのいわゆる団体が発表したニュースがあって、でそれの1位がですね、あのアラゴンという、フランスとスペインの、中間にある、小さい国なんですよ。そこがトップなんですね。で2番目がアイスランド、そしてずらーっとあの北欧諸国があって、日本は去年は 10位だったんですけど、11位になってですね、下がってる。それじゃアメリカどうなの？たらアメリカが31位ですよ。でその前がイギリス30位と。でかつては僕ら若い時がイギリスっていうのは、ゆりかごから墓場までっていう福祉が非常に充実した素晴らしい国だっていうふうに教わってきたんですけど、現在がもう30位ですよ。で次が31位です。今の、台湾のベーシックインカムを始めた女性の悲劇、アメリカで病気になった場合、莫大ないわゆる皆保険がないわけですよね。それでオバマケアってことで、ようやく2000万人ぐらいの皆保険を導入したんですけど、でもそれも、治療の内容を決定するのは金融機関、保険会社ということになって、まあ限界なんですけど、それを廃止するのが今のトランプ中だから、31位がどん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 低下する。で日本も今アメリカ的な医療、混合医療等々を積極的に導入して、お金払えばいい治療受けられるけど、国民皆保険をできるだけ、なくすような方向性を取っているわけです。だから、まあ、そういう意味でアメリカにするってことはものすごいリスキーなことだという、まあ、例を今ね、お聞きして、ああそうなんだというふうに実感してるわけだし、だから日本もそういう、日本の国民皆保険というのは素晴らしいんですよ、まだまだ。それをアメリカ並みに、金融機関が全ての決定権を持つと、金持ちにはいい医療を与えるけど、お金がないと救急車も呼べないという国にもうこのまま行くとなっちゃうということですよね。おっしゃる通りですね。日本はベーシックインカムということはなかったけれども、戦後の日本社会ってかなりいい社会だったんじゃないかなというふうに思います。年功序列でだんだん子どもが大学生になる頃には十分な貯蓄があったりとか、もちろん日本の経済発展というのは環境破壊とともにあったもので、東南アジア、そして、いろんな国に工場を作って廃液を垂れ流してというマイナス部分もあったわけなんですけれども、それを踏まえなきゃいけないけれども、こう誰もが安く病院に行けて暮らせるという意味ではすごくいい社会だったと思うんですよね、昭和って。でも今平成で
平成に入ってからほとんど成長がなくて、貯蓄がない世代が3分の1の方が貯蓄ゼロと、私の周りにもいっぱいいますし、私自身がかなり危ういです。でも今のこの社会を何とかより住みやすいものにしていくためのベーシックインカム議論をしたいなと思っていて、でベーシックインカムだけが解決する問題ではもちろんないと思うんですけど、例えば全ての社会保障をなくして、山田雅彦先生は全てベーシックインカムに置き換えたら月5万円で、いや、それは最初は5万円という、なんで、扶養者控除を含めると8万円ということを言ってましたけど、財源はあるって言ったけれども、やはり今の日本の、医療費であったりそういった福祉を全部なくして全部ベーシックインカムっていうのは現実的ではないなと思いますね。そうですよね、はい。ですから、まあ、シミトさん の、 そのスイスでのベーシックインカム、無条件のベーシックインカムを導入するための、まあ、国民投票という前提として、彼が言ってたのは貧困撲滅の対策ではない、本来の人間が働く労働する意味は他人の役に立つための労働であって、それがまあ隠されちゃう。でベーシックインカムを導入すれば本来の労働の意味が取り戻せたという非常に哲学的な話をしてたんですけど、でも日本あるいは他のいわゆるこれだけ貧富の差が激しい国の中でそのような哲学的な理念だけでは到底僕は実現できないと、まあ、言ったんですよね。それからそれで重要、彼の話で非常に参考になったのはスイスというのは直接民主制がすごい発達してるんですね。ですから10万人以上の署名を集めていわゆるイニシアチブを政府に提出すれば政府は2年後には国民投票をかける、政府が責任を持ってやる。たとえ政府が反対したとしても今回もそうですよね、反対してたんですよねスイス政府は。でも実現するんですね。でそれは憲法を過半数取れば憲法の修正までいくわけですよ。全面的な修正であろうが部分的な修正、日本は何もないじゃないですか直接民主制っていうのは。でも例えば昨日の放送の中で私の素朴な疑問の一つとして、例えば憲法16条で請願権というのは認められてるんですね国民は。でもたとえ100万の署名集めようが1000万の署名集めて国会に提案しようが紙くずなんですよ日本の場合。何の法的、あるいは例えばイギリスは同じような請願にしても10万人の署名を集めれば必ず議会で取り上げて議論してその請願の内容の可否を決めるということなんで、必ず10万以上だと議会に諮られるわけですね。日本はないんですよ。だからさっきの憲法第25条の生存権の理念と同じように理念は、立派な理念は日本国憲法書かれてるんですけど、歴代自民党政権はそれを実現するための個別の法律なり手続きを一切知ってないから、国民はそれを利用しようとしても法的な拘束力とか国会での議論正式に取り上げるっていう方策がないから膨大なエネルギーの無駄と時間の無駄やってるわけですよね。本当それをどうにかしないで、それを例えば10万人以上の請願は国会の議論にして、その内容を必ず答えを出すというようなことを例えば野党の議員が法律を作って提案すればいいんですよ国会に。で野党の議員はなぜか自分たちが法律の規範権を唯一持っている存在だということをほとんど知らないんですよね。本当内閣じゃないんですよ。内閣が法律の規範権を持って今回の共謀罪、昨日も衆議院の法務委員会で強行採決して、で来週23日
あの衆議院の本会議で私ども強行採決しようと思っているわけでしょう。あるいはこの間の秘密保護法、戦争法案、あるいは盗聴法の拡大とかですね、等々は全部内閣の執行している警察官僚、外務省官僚、あるいはあの防衛省の官僚が作るわけですよ。自分たちが法律を作って、作った後は自分たちが取り締まるというとんでもないことを彼らは平然とやってるわけでしょう。で、僕はいつも言ってるように憲法第41条に国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関である。国会が唯一の立法機関であるということは国会が唯一の極め権を持っているということでしょう。で、国会に提案して審議して採決する議員立法というのがありますね。議員立法、だから唯一の法律の規範権は日本国憲法で41条で、国会と国会議員が持ってるんですよ。内閣は持ってないんですよ。それを大嘘ついて内閣を持ってるということで、ほとんどの法律を彼らが作って閣議決定して、そして国会に提案して、でおざなりの国会審議して時間稼ぎして、で審議を30時間やったからもう採決しますということで強行採決して、昨日はなくそうでしょ、たった30時間ですよ、ということを繰り返してで、それに対してそれじゃあ山本太郎に、ね、鋭い、質問して、政府を追及してもいいけど、じゃあ自分たちで法案を作って、でこういう法案を国会に提出するから皆さんぜひ全国民挙げて支持して支援してくださいということをぜひやってもらいたいと思うんです。それこそが国会議員の責務なんですね。311の後の子ども被災者支援法とか、あれは川田隆平さんとか複数 の、 野党の議員が集まって作ってくれて、あれはいい法律だと思うんですよね。ああいうことをこ う、 だから政府が決めて官僚が決めたことに反対っていうのも重要なんだけど、その先に ある意味、ね、作戦を練りたいですよね。プロレスと同じなんですよ、はい、もう出来上げですね、で55年体制というのはそういうことなんです。当時の CIA アメリカの命令で、保守党を自由党とそれから民主党を保守合同させて自民党になったでしょ。で初代の幹事長が岸信介です。永久戦犯の安倍晋三が尊敬する祖父の岸信介が初代の幹事長になって、それで2年後には内閣総理大臣になっちゃったってとんでもないです。それと社会党も左右に割れてたのを統一社会党として合併させたのも CIA です。あの段階ですでに二大政党制っていうのを作ったわけじゃん。それで表では国会で献献楽楽のプロレスを作って、裏ではその夜赤坂の料亭で今日はお疲れ様でしたと、また明日から頑張りましょうって言ってね、国民の目には野党を対応して対決してるんですけど、実際はできれいですということで、ですからこの間の僕らが見てるね共謀罪法案にしても、結局野党の国会議員は自分の存在をかけて抵抗しないわけですよ。一応やるけど。で、それと 対照的なのが韓国のこの前のパククネ前大統領に対する弾劾決議等々で、国会でパククネ大統領を弾劾訴追決議をしたでしょ。で、あの時に韓国の野党の国会議員が全員がもしもこの決議が通らなければ議員を辞職するという決めてたんですよ。だから自らの存在をかけて日本の野党は共謀罪に反対してるのかと、あるいは戦争法案に反対したのかと、あるいは機密保護法に反対したのかというふうに私は問いたいですよね。で、日本の国会議員というのは表向きは2,300万の年収ですけど、実際は4,500万ですよ。で、いわゆる2,200万プラスいわゆる調査交通費で月1,200万でしょ、それで3,600万、それに政党助成金が
党会派に自民党だと170億毎年行くんですけど、それの分配があるんですよ、1000万ぐらい。と全部で4500万から4700万で、もう完全に買収されていくと。税金で買収されていくから、ある程度野党議員も抵抗すると、これ以上はならないよという、僕から見れば、プロレスごっこを彼らはしているというふうにしか見えないですよね。なるほど。確かに、議会制民主主義のなんか、こうしたいのにすごい政治家になっちゃうと声が届かないし、政治家になるまでがお金がすごいかかるし、政治家になった途端なんかロボットみたいになっちゃうしっていう、そこは憤りを感じています。あとですね、最初の1時間このような形でトークをするということで、この後できたら会場から混ざってなんか問題喋れたらいいななんてこと思ったわけなんですが、ちょっと待ってください。どうしましょうか。あと江野さんの動画もみんなで見ますか。せっかくです。そうですね、前に出て喋りますか、声だけにしますか。声だけの方がいいんじゃないですか。マイクを回しますんで。そうしますか、うん、小川さんはもう市長、あ、そう、市長選にも出られて国立でもぜひということで、それじゃ前に出て、なんか前に、ありがとうございます。じゃあ江野さんの動画を、江野さんから預かっております。その国民投票運動、すごくユニークな形で、行われた。ここに座っていただいて、私パソコンさえ作業もするから、それを見ていただきながら、国立から素敵なゲストが来てくれまして、こんにちは、小川ひろみと申します。山崎さんにお目にかかり、お話に伺いたくもまいりました。私はさっきの市長選、国立人口は、8万弱ですので、小さなまさに自治体なんですけども、市長選に出て、私の公約というのは絶対的貧困、相対的貧困をなくすという、ゼロにするというのはまさに掲げて戦ったもので、本当に松山玲奈さんがこの間ですね、ベーシックインカムを精力的に、皆さんと学びながら、映画まで作るということに興味を持っていました。今日もお話を伺っていまして、実現したい方向の制度は確かにありますが、日本の中でさまざまな問題もあることも感じて、ちょっとお話を伺わせていただきたいんですが、日本の場合大丈夫ですか、話を、はい、生活保護という制度をきちんともらうべき方がもらえていない状況が先進国の中でものすごくあります。その何かを、そして全世界の中の先進国の中でも年収が非常に実は低いのに、格差も広がり低いのに、自分が中流式だという中流の意識を持っている人が実はすごく多いということなどを考えますと、なぜこのように、25条憲法にですね、まさに文化的で、きちんとした生活が営める最低水準をもらうことに抵抗を持つのかというか、もらう人のことをまた責めたりもするのかっていうのは、それは福島の避難者の方がもらって当然もらうべきお金をもらうことに避難したいという、いじめまで起こすというこの状況はですね、どこか精神的な面でもこうお互い成長してクリアしていかないと、このベーシックインカムの制度がですね、今の社会保障制度がもう破綻している中に、次の新たなこう豊かになる施策の方向性がこの国には定着しないのかなと、いろんなことを思って聞いておりました。そんなことをちょっとお話しいただけたらありがたいですが、日本の場合の生活保護の、いわゆるカバー率というのが15% ぐらいなんですね。先進国、例えばフランスなんかは 86% とかね、90%。それは何かというと、申請主義からなんですよ、日本の場合。もらう人が申請しないと、当局は動かないと。そして申請しても窓口で今はいろんな規制があって受け付けない。水際作戦で。それで3、4年前ですか、札幌かなんかで、貧困に陥った姉妹がですね、2度3度札幌市の福祉事務所の方に行って、で申請したんですけど、その都度断られたということで、最後は餓死したんですね、姉妹が。ですから申請主義で、当局はこっちが申請しない限り一切動かないというね、
申請主義、これが最大の、このカバー率 15% というで先進国でありえないようなことが起こる原因だと思うんですね。それと窓口 の責任者、あるいはそれを統括している自治体 の部長とか局長とか、まあ、市長とか、ね、等々の責任、例えばこの前どこでしたか、兵庫県でも同じように69歳の癌を患った方が、自分はお金がないんで治療できないということで病院に行かなかったんですね。で最後は癌で亡くなったんですけど、途中でも生活保護の申請をしたんですけど、あなたの年収はちょっと基準より上回ってるかって断られたということなんですね。で結果的にはその方が死んじゃったわけでしょ。ですから窓口の人間にとって、要するに基準、自分がいわゆる認可権を持ってるっていうのを勘違いしてるんですけど、それに対して人を殺してるわけですよね。だから意図的に殺人じゃないけど、密費って言うんですよね、の殺人っていうかね。でそういういわゆる公務員の無作為によって国民の命とか財産が毀損した場合、日本の場合は公務員の個人責任は問えないんですね。だから政治家とか特に国家官僚なんか の個人責任というのは問えないようなシステムになっています。何の法的根拠もないんですよ。でもそういうような裁判所を含めて最高裁の判決含めて、そのように政治家と官僚の無作為による個人的な判断によって国民の生命財産が毀損されたものに対して、その組織に対しては国外で裁判で争えるけど、結局国が負けても税金ですからね、自分たちの懐は一切痛まないというシステムの中で回っちゃってるわけですよ。で個人のその無作為に対する刑事責任を問うということがほとんどできてないということで、やればいいんですよね。でもやろうとしても弁護士がねいないとか、弁護士もビビっちゃうわけですよね。あるいは到底勝てっこないですよと、こんな裁判見たことないとかね、いうことで弁護士もビビっちゃうということで、日本の場合ですね、どれほどひどいかっていうかね、裁判の実例としていわゆる 行政訴訟ってあるじゃないですか、違憲訴訟とか、あるいは行政の誤りによって損害を与えたという行政訴訟の年間の件数っていくらか知ってますか？日本いくらもないってこと？2900です。人口が1億3000万で、一方ドイツ人口が8800万かな、日本の3分の2、いくらだったんですよ。すごい数、14万9000件。どれほど日本の裁判所が、あるいは 法的なサポートがないか。だから行政がふんぞり返ってるわけですよ。責任追及されないから。それほどの差なんですよ。今の話を伺ってますと、このようなこう何か差別的な態度を あくまでも行政が取る中で、このベーシックインカムという理念を含めた実践がですね、きちんと行われるために一つ一つですね、段階を踏んで進めていきたいなと本当に思いました。あ、すいません、私は途中で参加してしまいましたので、頑張ってください。はい、ありがとう。江野シュミットさんから借りてきた、はい、映像をぜひ見せていただきたいので、私も今日初めてこの場で見せていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。小川さん、小川博美さん、ありがとうございます。あと、まあ、もう一回呼ぶかもしれないんですけど、江野さんが繰り返し繰り返し出た無条件であるということ、あとその、貧困層対、富裕層の戦いにしちゃいけないということを自分なりにこう咀嚼しながら考えてるんですね。で、まあ、それを江野さんの動画を見ながらちょっとお話ししたいんですけれども、
この例えば貧困層の救済のためだけではないはずなんですよ。そのベーシックインカムの今お金を持ってる 1% の方って友達にあんまりいないんだけれども、それでも200万ぐらいの家賃を払ってる友人とか最近できて、それで多分お金持ちの方ですよね。でもそういう人たちも人間なんですよ。当たり前なんだけど、で敵にしたくもないんですよ。で実際にこれ実現しようとしたら、そういった方々の税金を上げるとか、なんか一緒に戦うんだけどポジティブに作ろうという輪を作らなければいけないという江野さんのビジョンも確かに正しいなと。これはですね、江野さんがやったアクション、これはドフラン、これ本物の、本物ですね、金貨で、スイスの国民全員分の数で、5000万円分の800万枚のゴラッペンフラン、ベルンの連邦広場にばらまくためです。国民イニシアチブの提出に合わせてばらまくのが、スイスにおける無条件ベーシックインカムを求めてばらまくのが、国民投票のキャンペーンの一つとしてこれやったんですよね。見せ方がすごい。ちなみにこれドローンで撮ってるらしいです。でこれが連邦議会の前の広場です。で向かい側にあるのがスイスの、銀行、国民の銀行、中央銀行って言ったら、中央銀行、はい、15トンのすごい、それをトラックで運んだそうなんですね。トラックの中に5000万円入ってるとすごい状況。これドローンで撮ってるんだ。これドローン、こう見せ方がうまいんですよね。もともと江野シュミットさんは現代芸術家で、その商業芸術の世界で成功していたそうなんです。そうなんだ。だからこう映像ドイツ人ですよね。ドイツ人だけれども国民投票の制度があるからスイスでやる。すごいですよね、スイスって。そう考えると、でこれをばらまくと、でみんな仲間が待っててはい、今からばらまきますって。あー、ごめんなさい、溶けちゃった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 一番いないですよね。日本でやろうとしたらすぐ機動隊が飛んできて、ゴールこれ別に違法じゃないんじゃないですか。広場を公的に借りてやったら誰かのお金を許可されないですよ。皆さんこういう仕掛け作りがうまい、うまいね、からね。あと世界で一番大きなポスターっていうのもするんですよ。彼がやったアクションの中で、でみんな確かになんとか反対っていうネガティブな感じじゃなくて、みんなが楽しそうにやってるっていう、この辺は日本も私たちも真似すべきポイントだなって思うんですよ。どんな風にしたらいいのかな。これは何かと言いますと、国民投票運動を始めた時に最初に投票したのは誰かっていうこれもね、シャレが効いてるんですよ。誰だと思いますか。いや、わかんないです。10万票以上集めるぞって最初の日に現れたのが、スイスの神話に出てくる、神話に出てくる女神、ミューズ、なんていうミューズか忘れちゃいました。でも国民的な、なんかこう、これがスイスの国旗のイメージで、神話の女神がこの最初にサインしました。素晴らしいですね。
ヘルベティナっていう、こういう見せ方もうまいんですよ ね。だからこの辺のセンスを私もちょっと学んで、なんかこう若者が貧乏人の施しだというだけではなくて、社会全体にこう敵を作らず、みんなにとってポジティブなことなんだよということを見せられないとだろうかと思ってます。実際にこの間日本財団の方とお話ししてたんですよ。日本財団で今大きなテーマになってるのが、なんだっけな、こう若者、子供を貧困のまま放っておくと、それがどれだけこう国の経済的損失になるかっていう試算があって、で子供の貧困対策を、進めてると。でこれが個人に対する、救済というだけじゃなくて、全体にとって大きな損失であるという、国益を日々失ってるんだよっていう、そういった大きな目で見て、じゃあ日本全体にとってポジティブになることなんだっていうふうに進められたらいいなと思ってます。これは何だろう、これ私も初めて見ました。いろんなところで署名をやってるっていうことですね。これで12万5000票以上の、投票票を国民投票のサイン署名を集めて、でみんな楽しそうにやってるんですよね。一応18ヶ月かけて集めるっていう決まりらしいですね、はい、うーん、これは何だろう、これが世界ギネスに載った世界で一番大きなポスター。情報発信をしないといけないですよね、うん、やっぱりかっこいいんですよね。これベルリンでもやったそうなんですよね。多分この素材も運送しやすい素材で、ニューヨークでもやった、ニューヨークでもやったんだって、放送されたんだって。あ、ニューヨークのモニターでこれだ、こんな風に出た。ベーシックインカム のスイスでのキャンペーンカーがあって、それがテスラっていう車種で、電気自動車なんですよ。電気自動車の高級車みたいな、それを真っ金色に塗ったんですって。で実は、この日野で撮影をしたベーシックインカムの撮影の時に、この江野さんが成城のお家から日野まで車で来てくれたんですけど、送迎をしてくれた車がちょうど同じ車種だったんですよ。でその方はリチャードさんって、光の速度で情報を発信したりとか、あと LED を駆使して京王ビルを丸ごと電気を、系統を入れ替えることによってコストカットとエコロジーにとっても地球環境にとってもいいっていうサービスを提供している会社の社長さんなんですよ。でその方が車で運んでというかドライブしてくれたんですけど、江野さんは大喜びで、あ、同じ、これはいや、ベーシックインカムの最もぴったりなキャンペーンカーだって。でもなんかその時に思ったのは、
リチャードさんもおそらくお金持ちかどうかで言ったらめっちゃお金持ちだと思うんですよ。でしょうね。はい。でもそういった方々が敵っていうんじゃなくて、なんか一緒に作るっていうことをやりたいなって思っていて、で思ったのは、じゃあそのよかったらもう一回来られます。いいですか。思ったのは、このお金が生活に十分なお金があるかもしれないけど、じゃあ今の社会でそのお金が持ってると言われてる方が足りないものって何なのかなと思ったんですよ。なんかこうアメリカもそうなんですけど、このいざ病気になったら、すぐ貧困に陥るかもしれないとか、なんかあと自分だけが勝ち残ればいいやとか、じゃあなんか周りはみんな財産を狙ってくるかもしれないとか、じゃあそういう人たちにとっても何か足りないものがあるとしたら、その人たちにとっての足りないものもこの補えるというか探せるというか、そういった未来図って何なのかなって、それをドラマの部分でも表現したいなと思ってるんですよ。で、漠然としたですか。やはり、はい、哲学っていうか、私、まあ、一つの信条として宮沢賢治のね、はい、世界全体が幸せにならない限り自分の幸福はありえないということを彼言ってるんですよね。ですから自分の幸福だけを、あるいは自分の家族、自分の知ってる仲間だけ幸せになれば他の人は関係ないよというのが、まあ、今のいわゆる新自由主義、あるいはネオコンとかね、戦争派の考えで、でこの前去年の一昨年かな、ムヒカ大統領ってね、ウルグアイの、ウルグアイだっけ、どこでしたっけ、ムヒカ大統領、元大統領が話したんじゃなかったですか。いやいやいや、あれなんか最近のニュースで、本当、うん、あ昨日ぐらいか、今日か、あ本当、はい、あそれ世界で一番貧しい大統領、そう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 、彼が亡くなっちゃった、もう言ったらそうですよね。でも彼が言ってたのは、要するに金持ちは政治家にするべきじゃないと、それと要するに金を持ってる人っていうのは常にお金が足んないと思ってると。ああそうそうそう、亡くなった僕はいいです。いや今のところニュースないです。じゃあ私、ね、なんか誤報しちゃいました。誤報ですね、はい、いやすいません。だってだビッグニュースだから。もっと1935年5月まで。そうです、ね、まだ終わってません。よかった。で彼がウルグアイの大統領の時に、いわゆる給料が大統領として、毎月100万円ぐらいもらってるんですけど、もらってるんですけど、実際は彼は大統領官邸には住まないで、常に自分の農業をやってる郊外にある農家から通ったんですね、フォルクスワーゲンかなんかで。それで月10万円かな、もらってるだけで、あとは慈善団体に寄付してたっていうね。で彼結局優れてるのは自分なりの哲学がちゃんとあるんですよね。で安倍晋三なんか見てると哲学はないわけですね。あるいはトランプにしても哲学がないっていうね。ですから今哲学を復権するっていうか、要するに基本的な物事の価値観、自分にとってかけがえのない価値観は一体何かというところを、やはり僕ら一人一人が取り戻す。でその一つとして僕はこの日本国憲法を素晴らしい憲法だと思うんですね。ただそれだけではなくて、この基本的な理念5つ、民主主義とか主権在民とか反戦平和とか、あるいは個人の自由と基本的人権の尊重とか、あるいは隣国との平和共存とかってね、立派な世界に冠たる基本理念を掲げてるんですけど、でも実はそれを自ら破壊するような次元装置を仕掛けてるということなんですね。でその最大なものがいわゆる天皇制ですよ。戦前の天皇制が名前を変えただけで、
存続しちゃうということと、でしかもその戦前の侵略戦争を主導した昭和天皇がそのままイメージチェンジして、つい1年前まではアジア諸国を侵略する戦争を主導してた人がイメージチェンジして、で、平和天皇、人間天皇、家族天皇、天皇を学者天皇でイメージチェンジして、名前を変えた象徴天皇制という天皇制のトップについて、それにほとんどの国民が騙されてですね、今でも支持しているとこういうことで、いろんなね5つの基本的な立派な理念を自ら壊すような次元装置を仕掛けて、それが今安倍晋三によって装置が外されて爆発しようとしているというふうに私は見てるんです。ですから日本国憲法を守れとか通っておくという運動だけではもう間に合わないんですね。でその次元装置を僕らが解除して、で本来の次元、いわゆる破壊するようなものをなくす、いわゆる日本国市民憲法というのを僕ら自身が作る時期に来てるんじゃないかというふうに僕は思いますよ。山崎さんありがとうございました。ではそろそろまとめに入りながら、残ったケーキを食べつつ会場で懇談してきたらなと思うんですが、何か最後、はい、質問が、質問というか一つ一個、はい、障害者運動との関係でね、ちょっと待って、はい、いいですか、私の時間がありました、マイク出ます、で、まあ、マイクだけでもいいです、はい、大津と申します。1970年に21歳で東京に出てきて、障害者関係 の、 判定できる東京の新商センターに長く勤めてたんですね。大丈夫ですか、はい、ごめんなさいね。それで、はい、今申し上げたいことは、当時ね、障害者の方たち無年金の方が多かったんです。それでたまたま私 の、 下宿してたところの大家さんの息子さんが首の骨を折って、それで車椅子の方だったんですね。で彼は無年金、学生時代に障害を受けたから、でお友達で調布だったかな、市役所に勤めた方は通勤災害が認められた最初の頃に、なんかフラフラっと青梅街道を渡って、通勤災害第1号になってしまって、労災保障があって毎月まあほぼかなりのサラリーがあったと。で片方は十数万のお金が毎月入ってくる、片方は無年金で、この差どうするのっていう話から、まあ障害者の人に年金をっていうことで大きな運動をやったんですね。でその結果今大学生からね、障害が、まあ、年金を払うようになって、その代わり何かあったら一応障害年金っていう形で、1級の場合は多分8万ぐらいですかね、で2級の場合はそれよりか1万ぐらい少ないんですけれども、まあ、障害を受けて一定 の、 その障害があるためになかなかいろんなことうまくいかないっていう場合、障害年金としてある種のベーシックインカムが保障されているわけですね。で障害当事者の人たちがもう本当に切羽詰まってね、頑張って障害者運動をやってきた時に、一番中心になった八王子の中西昌司さんたちが言ってきたことは、当事者主権っていう言葉なんですね。それでそれは上野千鶴子さん、東大の社会学の先生だった方ですけど、一緒に当事者主権っていう言葉をこう展開されていったと。でそれを考えた時に、私も普通の、まあ、一人の女性として子供を育てたりいろんなことやってきてますけれども、周りの人でもちょっといろんな話すると、今日夕食何しようかとか、とにかく周りのことばっかし忙しいし、男性の方たちは仕事のことでもう必死だしとか、まあ、女性も働いてますけど、とにかく周りのこととかもうバタ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 忙しいばっかしで、社会全体のことだとか政治のことだとか、そういうことを考えるような習慣とか、そういうのがないまんまほとんどの人が流れていって、そこで今回
まあ、共謀罪のね話があって共謀罪反対しましょうっていうちょっと5分ほどスピーチしてさせてもらう機会があったんですけど、ここで今何が言いたいかっていうと、当事者としてね一人一人の人が本気になって自分の問題を動くっていうことの経験をねなんとかうまくやっていくような、だから今回マセオさんに一番期待してるのは、せっかくあの素晴らしいその映画監督で非常にパフォーマンスの上手な方と出会って、いろいろなこう一つのなんかこう資料をねいただいてると思うんですよね。だからそれをこうやっていくことで、いろんなパフォーマンスをやっていくことで、その参加した人たちがこう自分の当事者、それから山崎さんがおっしゃってたような、あのいや日本国憲法とか今当たり前に保障されてるはずのね憲法25条っていうものをこう広めていく、あるいは今貧困ネットワークで湯浅さんがはじめとしてモアイとあのモアイですか、あのいろいろな貧困の人たちに対するアプローチをやってる貧困のねネットワークのグループもあるし、そういう人たちをこう一緒にあれしてた、やっぱり愛と芸術のパフォーマンスがこうなんていうのかな、例えばあのいろいろなねところにベーシックインカムの話を空からね移そうと、その時にあのなんていうの無人飛行機なんていうんだっけ、ドローンをドローンをね飛ばすのが趣味な人たちに集まってもらって、誰が一番いい映像を撮るかとか、なんかいろんなイベント企画をあの今までの増山さんの経験の発展的な、ね、ものとして展開していけばね、きっと素晴らしいね国民的な運動になるかもしれないし、それに参加することによってみんながね当事者としてベーシックインカム、一番メリットはね福祉の現場の、ね、役人さんたちがこの人に生活保護をあげるとかあげないとかね、そんな判断をしなきゃいけないようなんじゃなくて、本当に必要な人はねみんなモラル権があって、その人って仕事いらなくなるじゃないですか。判断しなくたっていいんですよ、みんなだって。それから一人暮らしの人がたくさんいたら4、5人集まってね7万円のベーシックインカム、まあとてもすぐにはねそんな20万とかそこなんかいかないと思うんだけど、例えば5万でも5、6人一緒に集まったら一軒家借りてみんなで協力してね、新しい別に普通のね血をつながったファミリーだけじゃなくてもいいじゃないですか。いろんな形のね多様化に対応できるっていうねベースができるんですよね、っていうようなことをすいません余分にいろいろ期待してます。ありがとうございます。あの大津さんにねお電話でその矢島くんとかその今までの家族という価値観、旦那さんが稼いで奥さんが専業主婦かパートで家を支えて、でお子さんがいて家は持ち家、これが完全体であってそうじゃない人は負け組みたいな、なんかこの価値観を壊すような、ストーリーを考えてほしいってお電話で教えてくれたじゃないですか。そう、あれがすごく印象的で、確かに今結婚しないあの選択をする方がすごく増えていて、でそういう方にとってじゃあ今までの結婚制度や子供をその中で血縁関係の中で育てるっていうことだけがゴールだとすると、自分は何かそこから外れたようなすごい疎外感を感じられると思うんですけど、そうじゃない新しいつながり方をこのベーシックインカムが起こる街の中でのストーリーとして盛り込んでいきたいなと考えてるんですね。今言ったシェアハウスの例はすごくいいかもしれないですね。でも実際にシングルで、年齢を重ねていってじゃあ老後どうしようかっていう問題って本当に切実な問題として私の友人も、多く抱えてるんですけど、そういう方々がこうおかえりって言ってもらえるような、ただいまって言えるような場所、それは別に婚姻関係の先になったってもいいと思うんですよね。なんかそういういろんな方々にとって新しい暮らし方や価値観を考えるきっかけの映画に育てていき、でまたこの映画今レディー4っていうところでクラウドファンディングをしてるんですが、そこにコメントを寄せていただいてもいいですし、ツイッターやフェイスブック、そのアースアートファクトリーの、制作、会社のホームページも新しく作りましたし、あのいろんなところでアイデアを送っていただいて、皆さんと一緒にこう考えていく、勝ちと負けが最初から決まっていて、こう勝ちに行く人はもう後ろは見ない
で気がつくとなんか一人ぼっちみたいな、それもまた寂しいと思いますし、いろんな方が一緒に考えられるあったかい場を作ろうと、そういった運動が今日ここから始まって、実は同時にいろんな日本のいろんなところで始まって、それがだんだん声が大きくなって、地方政治を変え、そして国会も変えって、なんか上から下がえっていうんじゃない、新しい考え方や人生の作り方をこの映画を通じて問いかけていきたいですし、自分自身も学んでいきたいなというふうに感じてます。いろんなところ読んでいただけたら、ベーシックインカムの江野さんの予告編も含めて話しに行きたいんで、ぜひ読んでください。そして皆さんの声を届けていただき、一緒にいい映画ができたらいいなと思います。最近の傾向として勉強会とかあるいはセミナー等々が個人ベースで自宅を開放してね、10人とか15人で、その都度講師を呼んで、でこの前、たまたま呼んでいただいたのが東京新聞の編集局長の菅沼さんという方がいて、東京新聞が競合罪反対とかあるいは原発反対とかね、あるいは戦争法反対とかってはっきり紙面で主張してる、際立ってるんですけど、それを主導というか引っ張ってるのがその菅沼さんというね、編集 局長 で彼を講師に呼んで、20何名でその後、主催者の自宅で、軽い食事しながら直接お話できたことがあるんですけど、あるいはこの前神田のお蕎麦屋さんを貸し切って、あの時は40人ぐらいですかね、いわゆる、飲み会をで天野さんが講師だったんですよ。それで信用創造特権とかあるいは陰謀論とかですね、その辺の話を天野さん元康さん、をメイン、ゲストにして、で私も呼ばれて参加したんですけど、でそういうね、今までないような個人ベースで勉強会開くとか、あるいはセミナーを開くとかという動きがかなり出てきてますね。ですからそういう場に、自分でもそういう場を作るとか、あるいは参加するとかという中で、このベーシックインカムあるいは瀬山さんのこの映画作りを広めていくということが大事じゃないかと思いますね。若い方いらっしゃるんで、いかがでしょうか。じゃあそんな感じでぜひ読んでいただいたら行きますし、そうです、あと先ほど47名、多い時は50名台です。230名の人が1回はちょっと覗いてます。あ、本当、うん、それで一旦切れた、切れてないと思うんですけど、ちょっと今画面がちょっと余分なものが入ってるので、あ、そうですか。あとでこれもそうです、アップしますので、だいたい僕の場合はその場のライブ中継とそれから録画で、ツイキャスでだいたい500から1000ぐらいの視聴者がいらっしゃるんですよね。そしてそれを YouTube に流してますので、それも300から500ぐらいいるんですね。そして、毎日の放送の原稿をブログで流してて、それも1000人ぐらいいるんですよ、ね、かなりいいので、5年とか10年やってますので、徐々にこの我々が持つ武器ですよね、ネットを使った、いわゆる情報発信が徐々に広がっているなという感じがしますよね。はい、ベーシックインカム実現したらメディアが忖度しなくてよくなって、ジャーナリストもよくなるよっていう話を、そういえば江野さんがしてたことを思い出します。確かにそうですよね。今日のご飯を、明日のご飯を家族に食べさせるために本当は違うと思ってても、政治家の話を、与党側の話を聞かなきゃいけなかったりとか、
お寿司をおごってもらうぐらいでさ、信念曲げなきゃいけないなんて心が貧しいと思うんですよ、本当に。なんでそういった心が豊かになる社会を、どうやったら作れるのかっていうことを考えていきたいと思います。ぜひあの6月10日の撮影にも来ていただきたいですし、あとレディフォーでなんとか今 45% まで、あの目標額の 45% まで来まして、あと38日ということなんで、ぜひ3000円からご支援を受けたまわりますので、ぜひ応援してください。それは具体的にはどうすればいいですか？そのホームページに行って、クリックをして何を支援するっていうのを選んで、ホームページの名前は何でしょう？レディフォーです。レディフォー、はい、レディフォーというクラウドファンディングのサイトを選んでいただいて、レディフォーベーシックインカムでも行きますし、レディフォー増山レナでも行くと思います。レディフォーっていうのは要するに準備ができてます。はい、今こういったクラウドファンディングっていう形で資金を集めて、いろんなプロジェクトを市民が立ち上げていくということが増えてまして、その中で一番大きな、団体がレディフォーっていうところなんですけど、ぜひあの応援していただけたらと思います。でも年配の方とかやり方がわからないという方も多くてですね、そういう場合は私もあの代理振込っていう形で直接現金でいただいたり、私の郵便局の口座に振り込んでいただいたりして、あのということも可能です。ですね、この郵便局の口座はアースアートファクトリー14200525531、42820番428052533、直接こうベタッと貼り付けて、あ、そうですね、まあ後で貼り付けて、ぜひあの応援いただけたらと思いますので、あの力貸してもらえたらと思います。今日は本当に、はい、あの放送を見ていただいて、あの会場を来ていただいてありがとうございました。今日はあの会場にはまあ10名以下の人しかいないんですけど、このネットを通じて、はい、おそらく1000人、2000人ぐらいまで行くと思うんですよね。そうですね、これが我々の武器ですよ、うん、私も なかなか言えないことを今日、山崎さんとお話しさせていただく中で、もう大分の中で悩んでることが、タブーがないですか？はい、すごい喋りやすくて、タブーなしにさすが あの情報量と知識の蓄積があって、いえいえ、すぐいろんなことが出てきてすごいなと思いました。今日は本当にどうもありがとうございました。お疲れ様でした。